だから今はこう、まあ、封印じゃないけども、うん、自然と見なくなってる一旦ってですね、はい、うん、だからまあ一応そのね、あの保護家さんにもあれ見てもらって、うんうん、でそこからのブラッシュアップというかはやったんで、うんうん、で一応まあここまで来たら OK かと、うん、だからまあ秋冬はあれかなと思います。なるほど。で秋冬とかはね、だからね、結構入りやすいんですよ。はい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 、はい。だから梅春なんですよ、僕の場合は。梅春だねと思って。で梅春にしっくりくる、まあ、今年もいろいろレイヤードしてね、いろいろ重ね着して対応したりとかして、うん、一応いろいろテストしたんですけど、はいはいはい、やっぱりね、梅春は、例えば3月、4月はこれっていうのをね、うん、なんかね、作りたいなとはずっと思ってるんだよね。まあでも今あるベーシックな商品の中でもまた生地感変えたりとか、そんなまた遊びも面白い。まあまあまあそれもあるんですけど、うん、まあとりあえず一回ちょっと、うん、あの僕の場合いつも新しいアイテムを一回ポンと考えるんですよ、うんうんうん、でそこからまあサンプル何回か作って、ああやっぱ違うな、いやこれやったらこの今あるアイテムのちょっと、うん、あのマイナーチェンジするだけでいけるんちゃうんかっていうところに戻ったりするんですよ、うんうん、なるほどね。で、うん、新しく考えたものが逆になんか陳腐に見えたりする時もあるんで、そういう時は元に戻して今あるアイテムに手を加えるっていう、うんうん、ああなるほどね、はいはいはい、その方がなんかね順当にあの進化していく中での戻りっていうのがはい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 いんですけど、あなるほどね、もういきなりそこしかないっていう選択肢はないってことですよね。はいはい、ああなるほどね。それをやるとごっつこう胃の中の蛙というか。ああ確かにそうですよね。ああなるほど。あだからそういうちょっとそういうベーシックな商品のマイナーチェンジもそういうところからのアイディアとして生まれていくってことですね。で戻ってきてるっていうことが結構多いです。ああなるほどね。ほうほうほう。だからある程度そのほんまやったら。じゃあ例えばこの春夏でね、うん、春夏がもう梅春とかで、うん、ほんまはなんかスイングトップ作ろうとかって思ったんですよ。はい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 、はい、でスイングトップ作ろうと思って、まあ、僕の、まあ、持ってるね、うん、あのまあ、古着のやつで、うん、あこれの雰囲気でもっとこうね脇とかまあもう少しこうちょっと釜上げてとか、うん、でこんなんで作ろうかなとかっていうところまでは行ったんですけど、うん、でそこから低迷するというかこうまあ他のねいろいろな仕事も入ってくるから、はいはいはい、まあもうそれが進まなくなって、うん、で最終的にはじゃあもう元に戻ってこれに手を加えようかっていうようなね、うん、なんかね、うん、そういうあのマイナーチェンジにで終わるっていうパターンが結構多いですかね、うん、なるほどね。まあそういった意味でもだからそうやって日の目浴びてへん商品っていっぱいありますもんね。ありますね、ありますね。だからこそ今ねこうやって店頭にある商品っていうのはもうほんまにね、選抜っていうかね、もうリスグリですよね、はい、もうだから、うん、とことんこだわってね生まれてきた商品ですもんね。でもねたまにあの他のアイテム作るときね、あれこれどうやって作ったっけっていう作り方忘れるんですよ。だから僕あの料理する人すごいなと思うんですけど、あなんかよほらごっつい量のメニュー書いてるお店とかあるじゃないですか。うん、あすごいですよ ね、 あのねこれ忘れんと作れるってすごいよなって僕は思います。あで僕たまにこうベストとか作るときに、うん、あれこれベストこれどっからどう作ったらよかったっけって固まるときありますもん。あそうなんですね、はい、あで自分で写メ撮ってるやつで、あそうやここはこの切り込みはここからこうやってあこう切り込みやったかとか、あ そうですよね、見方とかでもまた変わってきますので、ね、はい、あれとか思って、それをあのうろ覚えのままやったら、うん、うわやってもうた切り込みすぎたは終わってまうんで、あなるほどね。だから逆にこう臆病になる方がいいんですよ。あれこれどうやったっけ、あ、まあ、確かにね、それはそうですよね、うん、っていうことがあったりとかね、うん、いろいろやってても結構あれこれ違ったっけ、え行けたっけってやってたらもう途中でもう思いっきり間違ってたとかね。なるほど。ではいボツとかね、やっぱありますよ。ああなるほどね、そっかそっか。だからまあまあね、やっぱり何事も毎日やってりゃあのね上手くなるっていうもんでもないなって思いますね。うそうですよね、うん、やっぱりね上着の方が得意、うん、あのパンツの方が得意とかね、うん、いろいろやっぱこうその作るものによっても変わります、うん、まあね、何やかん言うても、まあ、毎日こうやって服作らしもうてる、うん、まあね、自分の一番好きなことを仕事にさしてもうてるんでね、うん、まあ、何のも文句もないんですけどね。
うん、でもすごいですよね。なんかそういうやっぱものづくりする人って本当尊敬します、うん、いやほんまはね作ってたらしんどいんですけどねいや日々はやっぱりしんどいですあ、はい、うん、でもなんか自分がね着たいと か, なんか自分がかっこいいなと思うものを作れるってやっぱそれはすごい素敵な仕事だなと思うし、ね、それがやっぱ一人でも多くの人共感できてね、なんかまたそうですよ、ね、広まったらいいんでしょうけど、うんうん、まあでもねやっぱりその先言ってた人気出るのとやっぱその生産が追いつかへんっていうのはどうしてもあると思うんでね、だからちょうどいいバランスがあったらいいんでしょうけど、なかなかね、それがね、ですよね、なかなか難しいところですよね。やっぱり、ね、暇な時期もあるしね。でかというとその重なる時はほんま重なるんですよ、ね、うん、今やっとちょっと抜けましたけど、うん、ちょっとこの 2,3 週間前までが、うん、もうやっぱまたあの納期っていうか、うん、まあ、お客さん待ってもらうので、うん、1ヶ月待ちにやっぱりまたなってましたからね、うん、だからね日頃、まあ、3週間は一応もらうようにはしてるんですけど、うん、やっぱりもうちょっと無理みたいな1ヶ月ってなると僕自身がね待つのが嫌やから、なんか早くお客さんにも渡したいんですけ ど, ど、まあ、でも僕ら待つ方としたらやっぱりその待つのも一つの魅力やと僕は思って、もちろん季節が変わってしまったらあれですけど、季節商品で季節が変わったらちょっとあれですけど、はい、まあでもジーパンとかはやっぱその待つ楽しみもあるんで、なんかいつも急いでくれはるんですけど、はいはい、いや全然そんな人がんでも、だから、ね、1日でもね早くね、あのまあほんまその1ヶ月が1週間になることはないけど、うん、1ヶ月が例えば28日になるとかね、うん、まあ、それはやっぱり努力するじゃないですか、うん、やっててやっぱり出来上がったらもう早う連絡せなみたいなそうか、うん、あでも僕は全然いつもあの出来上がった時に、ま、そのね、そのもちろんあのサンプル履いて、ね、テンションも上がりますじゃないですか、うんうんうん、で注文してまたテンション上がるじゃないですか、はいはい、で受け取ったちょっとまた時間を置いてから、はい、受け取った時のテンションが上がるっていうのがあるんで、だそういう楽しみ方が分散できるっていうのは、それはもちろんね欲しいなと思う時にパッて買えるっていうのも一つの魅力なんでしょうけど、うん、でもまあね、あのここに商品買いに来る人っていうのはもう待つ前提じゃないですか、まあ、分かってくださってる方は多いですからね。そう、うん、普通の欲さんみたいにパッパーって買ってっていうのじゃないんで、うん、やしやっぱり自分のために作ってくれてるっていう、まあもちろんその型紙とかももちろん一緒でしょうし、はい、縫製ももちろん一緒なんでしょうけど、うん、でもやっぱり自分のパンツとか自分の服を作ってもらえる、うん、ね、あの、まあ、セミオーダーまでいかないですけど、うん、まあそれってやっぱりね、もう待つのも魅力だと思います。だからただね、ほんまに、まあ、よくはない、よくあったらあかん話ですけど、うん、たまにですけど、じゃあその縫い上げるでしょ、で縫い上げたとこまで何にもないんですよ、ちゃんとしてるんですよ、うん、で洗うでしょ、1回洗ってから裾上げするんですけど、うん、1回洗った時に見えなかった傷が出てくるんですよ生地、あ、はいはい、これは洗わないと見えない傷っていうのがあるんですよ。あ、なるほど、ね、でそれも傷って言えば傷なんですけど、うん、じゃあ僕いつもその天秤にかけるというか、うん、僕の、あの基準としたら2本あります、うん、同じものが2本あります、うん、あなたどっち買いますかっていうのが基準なんですよ、うん、でちょっと傷が入ってるものと傷が入ってないもの、うん、じゃああなたどっち買いますか、僕は傷入ってない方を選びます、うん、ってことはお客さんも絶対選びたいはずやから、うん、団長の思いでそれはボツにしますあ、そうなんですね。だから僕裁断するときに1着ずつ裁断するんで、うん、1着ずつの裁断のときにもう穴が開くほどちゃんとチェックするんですよ、うん、その傷がないかっていうのは目で見える範囲はチェックするんですけど、うん、分からんのです、洗うまで。うん、だから裏から見て分かる場合もあるんで、はいはいはい、だからこうずっとこう舐めてみるんですけど、で裏側も見て怪しいとこがないか見て、でそれで裁断してるから完璧なはずなんですけど、やっぱり見抜けてない時があるんですよ。なるほどね。でそれがあかんかった場合、うん、作り直さなあかんでしょ。だからそのちょっとした余裕の時間っていうのが欲しいわけなんですよ。なるほどなるほど。でそこで1日しかない言うて作ったとしてもいいものなんか絶対作れないんで、だからやっぱりそこのアロワンスというか、うん、何日間かはもちろん、うん、あのアロワンスは持って作ってるんですけどね、うん、でもあれはもうめちゃくちゃショックですよ確かに作ってええはね、そうそう、最悪です、ね、はい、それとか変に縫い間違って、うん、あの縫い方が失敗して、うん、ほどかなあかん時、うん、
もうなんかめちゃめちゃへこみますよ俺何してんねん、はいはいはい、それが大体調子に乗ってるというか、あのうまくいってる時に起こるんですよ。お今日もこれ上司屋でいけてるでと思ってる時ほどバーンってこうツボにはまるというか、はいはいはい、でハマった時にあなんか俺調子に乗ってたかなみたいな、ね、あここもう一回ちょっと確認してからやったらよかったみたいな、うん、今度はなんかすごいこう後悔があって、うん、自己嫌悪になるんですよね。うん、でもあもう今日もこれもう今日仕事辞めたいと思うんです今日はね今日はもう辞め、はい、今日も辞めときたいと思うんですけど、でそういう時に納期がなかったらやらなあかんわけじゃないですか。でも納期があったらもうそこでもう一旦もうそこでもう終わってもいいわけですよ。でやっぱりもっぺんそこでもう途中で止めて他の仕事してで次の日にもっぺんあの気分が入れ替わってからもっぺんやるとかね、はいはいはい、ってすると全然そのあの魔界に入らないですあ そ, うです。そこで維持だって続けるとドツボにはまっちゃうってことですよね。はい、まあ、よありがちですよね。 いろんなね他の仕事でも絶対 あそうですね、ありますあります、うん、向きになればなるほどそうそう空回りしてねどんどん、ね、ありますあります、うん、で最終的に一番最初のこれをまあ、僕らでまあほどくのをやめといたらよかったみたいなねその手前でもうあかんもうこれは失敗してるからもう明日に回そうっていうふうにすれば被害が少なかったのにそこをほどいてあってやっつけ仕事でっていうかまあ時間例えばこの時間でやろうと思ってやるとでまた同じ失敗するとかねはありますよ。はいはいはい、っていうところで今日はほんまあのいろいろこうねあの忙しい中来ていただきましたありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとデート、え？チャンネル登録とか言わんの？あ、言わんかった。忘れた。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。